皆さん、こんにちは。はい、I'm back 、それではですね、礼拝を行いたいと思います。まず始める前に簡単にお祈りをさせていただきます。天のある父なる神様、今日もあなたが私たちと共にいてくださることを感謝いたします。すべてにおいてあなたのご栄光となりますように、イエス様にお祈りします。アーメン。はい、それではですね、1曲目歌っていきたいと思います。1曲目は、聖なるからホーリーホーリーホーリーという歌です。ダッチャ。はい、2曲目に行きましょう。2曲目はですね、愛を力という歌です。 The More Power and More Love という歌です。どうぞ。求めます御顔を心
3曲もですね、日本の歌で God Bless You という歌です。どっちゃ。それではですね、4曲目に行きましょう。4曲目は、とても有名な歌で、山辺に向かいてっていう歌です。God of Our Life っていう歌です。だっちゃ。それではですね、まあ、ここでアナウンスの時間なんですけど、まあ、大きなアナウンスは実はないです。先週、私たちの教会では洗礼式があったっていうぐらいで、まあ、
そうですね、コロナの話もいろいろ心配ですけども、簡単に、お祈りしたいと思います。天の父の神様、コロナウイルスのことでまだまだ、苦しい思いをなさっている方がたくさんおられると思います。また多くの会社が、倒産したりして非常に苦しい中にあると思います。どうかあなたが全てにおいて、あなたの祝福を多くの方に与えていただけますように、イエス様にお祈りいたします。アーメン。はい、それではですね、次の歌いきたいと思います。次の歌は、輝く日を仰ぐ時っていう歌です。How Great Thou Art っていう歌です。どうぞ。それではですね、聖書の学びをしたいと思います。聖書の学びする前に簡単にお祈りをしたいと思います。天の一なる神様、私たちにあなたの御言葉を今日も教えてください。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。はい、今日のですね、聖書の話は、まあ、先週からの続きになるんですけども、先週はですね、イエス・キリストがまあ十字架で亡くなられた後、まあ埋葬されてしまって、でその後ですね、日曜日の朝ですね、女たちが、イエス・キリストの墓に行くと、そしたらですね、まあイエスさんの体がまあ見つからない、そして結局そのイエス・キリストはその後ですね、なんと女性たちにまあ現れる、マグダのマリさんやその他の人たちに現れるという、そういうことで日曜日の朝のまあイエス・キリストの復活の話を、先週は学びました。今日はですね、同じ日曜日、イエス・キリストは復活されたその同じ日曜日のまあ多分午後2時ぐらいの話だと思うんですけども、その後どうなったのか、学んでいきたいと思います。聖書の、タイトルはですね、
エマオへの道っていう、タイトルで、聖書はルカによる福音書の24章、13節から、35節を、学んでいきます。はい、それではですね、聖書の方を、見ていきたいと思います。まずはルカの24章、13節から、見ていきたいと思います。それでは、読みます。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタジオン離れ、余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。まあ、ここでね、まあ、弟子たちって書いてるんですけど、これ、弟子誰かはっきりわかんないですね。一人はクレパオっていう人やいうのは、後で名前が出てくるんでわかるんですけど、でも二人、まあ、弟子って書いてるんで、イエス・キリストの十二弟子、以外の弟子か、まあ、十二弟子の一人がもう一人いたのかもしれませんけど、とにかくですね、まあ、イエス・キリストものすごい近い、人、まあ、人には間違いないです。イエス・キリストといつも多分一緒にいて、まあ、弟子っていうぐらいですから、十二弟子プラス何人かいた人たちの、のうちの二人に違いないと思うんですね。で、その二人が、なんとですね、エルサレムから、まあ、その日曜日の、イエスさんが復活されたその日曜日のですね、まあ、多分午後2時ぐらいは思うんですけども、エマオという町に向かって歩いてたと。多分、お祭りが終わったんで、家に帰ろうとしてたのかどうかちょっとわかんないんですけども、どちらにせよエルサレムからですね、離れようとしてるんですね。で、彼らは、その離れる、そのエルサレムから離れてエマオという町に行く途中で、まあ、いろいろなんか話し合っとるわけですね。何の話してるか言うたら、まあ、イエス・キリストのその、まあ、十字架の死について話しとるわけですね。ここでね、60スタディオンって書いてますけど、そのエマオまでの道が、これ約11キロあるんですね。11キロというのはね、だいたい、今私が住んでる宝塚からやったら、多分ね、西宮北口あたりかもうちょっと先ぐらいなんです。あるいは、宝塚から多分石橋の手前ぐらい。かな、あるいは伊丹空港があるんですけども、伊丹空港、大阪空港ぐらいかなと、伊丹空港ぐらいまでの距離がだいたい11キロなんですね。だから結構の距離あります。だから歩いたらね、まあ、2、3時間かかる、そういうぐらいの距離は思うんですね。普通に歩いて。でも彼らは、その歩く途中でですね、2、3時間の間、まあ、いろんなこう話してると、で、イエスさんの十字架の死の話、プラス、まあ、女性たちがその日の朝ですね、なんか行ってみたらイエスさんの体がなかったとか天使が現れたとかそんな話で一体何どないなってんねやろうような感じの話をしてたんじゃないかなと思いますけど、まあとにかくそういう状況やったっちゅうんですね。でこの後どうなったのか、ちょっと読んでみたいと思います。この後、15節16節読んでみます。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていてイエスであることがわからなかった。なんとなんと驚きですけど、この二人がそうやってそのイエスさんの十字架やとかいろんな話をしてこの道歩いとったら、なんとイエス・キリスト自身が現れたと、一緒に歩き始めたっていうんですね。これはね、多分不思議っていうか、もし死んだ人が、あなたの横急に来て一緒に歩き始めたら、みんなどう思う？キュリアで、そうやな、西城秀樹が急に現れて、おう、ヤングメーンとか言って、あんたヤングメーン、じゃあ死んでもうて、いや、ヤングメーンとか言って、バーモントカレーなんて、びっくり、あんた絶対ちゃうわ、そっくりさんやけどちゃうわとか、あるいは、もしですよ、そうやな、志村けんがパッと現れて、おう、こんにちは、あんた志村けんさんちゃいますの、おう、カラスの勝手でしょとか言われたら、あんたカラスちゃうわ、多分、信じられないと思うんですよ。びっくりしてもて。なもまさか、いや、あんた志村けんさんに似てるけど、ねえ、なんて感じになってまうと思うんですね。でも、ここではなんとイエス・キリストが、なんと現れたと。しかも、この二人が、と一緒に歩いて、まあ、歩き始めたっていうんですよね。これは驚い。ただ、ここで面白いことに、この二人の、が、このイエス・キリストだと気がつかない。マグダラのマリアさんに会った時も、なぜか、イエス・キリストだと気がつかないんですね、初め。ほんで、ここでは、二人の目が遮られていたって書いてあるんで、まあ、ここは文法的にはね、ギリシャ語ではこう受け身に当たる部分。つまり彼らの目を誰かが遮っていたんですね。まあ、誰かが遮っていたか、あるいは何かが彼らの目を遮っていたんで、まあ、彼らはイエス・キリストだというのは分からなかったという、まあ、
こんな話なんですよ。一体何が原因で彼らはイエス・キリストだと分かんなかったのか。マリアさんの時は、マグダラのマリアがね、イエスさんとおった時は、マグダラのマリアはイエスさんの死体を探してたよね。イエスさんの死体を、イエスさん死んでもうて、死体を一生懸命探してる時は、やっぱイエスさん見つけられない。で、プッとこう横にイエスさんおんねんけど、そのイエス・キリストはその庭の管理人や思って、そのマグダラのマリアさんはね、あんたがイエスさんの死体どっかやったんですかって言うんやけど、イエス・キリストがマリアさんに、まあ、優しくね、マリアって言った時に初めて、マリアさんはイエスさんやって気がつくんやね。そのイエスさんの声を聞いて、まあ気がつく。私は思ったんやけど、よくね、クリスチャンっていうのは、羊に例えられるんやけど、羊っていうのは、目が悪いらしいですよ。でも、耳はものすごく良くて、自分の飼い主の声をよう知ってるという。まあ、私たちね、クリスチャンも多分ですね、まあ、そのイエス・キリストが見えないって思う人もいるかもしれんけど、すぐイエスさんが横にいても、私たちは自分の目でイエス・キリストの存在を、これをよう見つけないかもしれませんね。でも、神の御言葉である聖書を読むと、私たちの耳は、これが本当の神の言葉であるということを聞き分けれるはずなんですけども、まあ、どちらにせよね、この二人は、イエス・キリストを見ることができない、わからない、まあ、気がつかないんですね。まあ、非常に不思議なので、まあ、この後一体どうなったのか、ちょっと17節、また、読んでみたいと思います。イエスは彼らに言われた。歩きながら話し合っている、その話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレパオという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことを、あなただけがご存じないのですか？なんとですね、この二人が歩いて、まあイエス・キリストのことを話してるわけですけど、イエスさんちゃんと話聞いとんねん。何聞いてて。ほんで、後ろ、あんた何のこと言うてんの？何の話してんの？って聞いて。ほんで、まあここでね、イエスさんちゃんと二人の話聞いとったわけですけど、一人が、まあ、クレパオっていう人がですね、まあ、ここで二人ともなんかえらい暗い顔してたんですね。で、クレパオが答えるんですけど、この時ね、二人とももうすぐ暗い、なんで暗い顔してたか、まあ、これはね、明らかに彼らは、ものすごい失望してるわけですよ。まず、彼らはイエス・キリストが、まあ、イスラエルの国を建国して、そしてですね、まあ、そのダビデの王国を建国してくれるんだというのは、こう、メシアとしてそうなるという予言を信じて、そう思ってたのは間違いないです。でも、イエス・キリストさん、イエスさんはもう十字架にかけて、もう殺されたよね、話は。殺されてしまって、まあ、失望してしまった。彼らはもしかしたら、そのイエス・キリストを殺した、まあ、サンヘドリンやそういったユダヤ人たちのリーダーに対する、まあ、彼らの不正いうかな、に対しての腹立てたいうこともあるやろうし、もう一つは、多分イエス・キリスト自身に対しての失望があったと思うんですね。イエスさんはあんだけ立派に見えたし、絶対メシアとして信じてたのに結局違ったんやんかっていう感じやと思うんやけども、ただそれと同時にですね、なんか女の人たちがイエスさんの体見つかれへんとか言うてて、一体どないなってんねんよな。でも彼らは明らかにイエス・キリストに対しての、まあ、失望中かな。彼らはイエスさんが死んでもうたということで、がっかりして暗い顔しとるんですね。で、ここでクレパオっていう人が、イエスさんにですね、あんた、イエス・キリストのその十字架の神、まあ、大ニュース、ビッグニュース知らんのかなんてことを、まあ、言うんやけどね。皆さん、失望したことある？ね、私日本に帰ってきて、一番最初にびっくらこいたのは、阪急ブレーブスがあれになってる。あれと思って。で、西宮球場もあれへんねん。あれと思って。おかしいな。子供の時ね、西宮球場とか行ったんですけどね、あれへんすよ。ほんで、まあね、セリーグでは阪神ファンなんやけどもね、阪神もな、全然勝てへんような、まあ勝ったり負けたり、あんまり勝てへん。だからね、まあでも野球なんかは失望しても、自分の好きなチームどっか行ってもうた思うてもね、まあ、野球なんかはね、まあ、また買ってくれるやろし、そんな大きな失望じゃないですけど、でも失望意味ではね、例えば、そうやな、結婚に失望してる人っていてたりするんちゃう？結局、自分が思っていたような結婚ではなかったとかね。あるいは、まあ、主人、奥さんに対する失望っていうのはお互いにあるんかもしれませんけど、それだけじゃなくて、時々子供に対する失望っていうかな、私の子供こんな風に育つとは思ってなかったとかね、あるいは反対に、親に対する失望もあるかもしれないね。私の親はもっと立派や思ってたのに、
全然親に失望したとか、あるいはまあ、なんちゅうの、学校に失望したっていう人もいるやろし、友達に失望したいう人もいるやろし、学校もね、自分の思ってたとこ入れなかった、あるいは入れたとしても入ってみたら自分の思ってたような学校じゃなかったとか、自分の思っていたことと違っていたら人間ってやっぱ失望するんやね。あるいは仕事なんか多いかもしれませんね。仕事してみたら、まあ実際に仕事してみるまではね、あるいはその会社に入るまではやっぱり内容は分かんない。外から見たら立派に見えんねんけど、中入ったらもう大変やったとかいうな。だから仕事にごっつ失望してる人もいるとは思いますね。まあどちらにせよね、いろんな意味で僕たちは失望するとは思うんですけど、このエマオの道に歩いてるこの二人は明らかに失望してるわけですよ、イエス・キリストに対して。でイエスさんが死んでもうたということに対して彼らは失望して、まあがっかりしてもうとる。自分たちが思っていたようなイエスさんではなかった。教会なんかをね、みんな教会行って自分たちが思っていたような教会じゃなかったって言って教会に失望する人もいてはるやろし、あるいはまあ特に多いのが牧師さんに対する失望。私が思っていた牧師さんとまたイメージが違った、あの人はこんな人や思ってたのに実際に蓋開けたら違ったとかね、だから牧師さんに対する失望もあると思いますね。でみんなやっぱりがっかりしてしまう。なんかね、でこの中でこの二人いてるうちのクレパオっていう人がイエス・キリストですね、え、あんた知らんの、あんな大事件があったん知らないのってこう言うようやな。まあ、イエス・キリストの十字架に関する話なんやけども、まあ、二人とも失望して歩いてるという、こういう状況ですよね。この後どうなったのか、19節読んでみたいと思います。イエスが、どんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人、イエス様のことです。この方は、神と民全体の前で、行いにも、言葉にも、力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするため引き渡して十字架につけてしまいました。なんとイエスさんはイエス・キリストはもう当然彼らが自分のことを話しているのは分かってるはずなんやけど、クレパーいう人がですね、 あんた知らないの何が起こったかって言った時にイエス・キリストは何のこと話してんのってこの二人に話させるんやね。でこの二人が言うたのは、イエスさんに答えた、その答えがですね、結局、なんちゅうんやろ、それで彼らがイエス・キリストをどう思っていたかいうのはようわかるような答えなんですね。まず最初に彼らはイエス・キリストでナザレ人イエスって読むんですね。まあ、彼らはイエスさんを別に主、イエス・キリストとも呼ばないし、メシアとも呼ばないし、彼らはイエス・キリストでナザレの町から来たイエスさんなんやと。で、まあ、このイエスっていう人は、非常にこの、行いにも、言葉にも、力のある預言者やって彼ら答えるんですね。まあ、ここで言う預言者っていうのは、まあ、何もこの未来のことを告げることだけが預言者じゃなくて、まあ、神の言葉を伝える人が預言者。まあ、彼らみたいな先生みたいな立場です。で、彼らはですね、そのイエス・キリストは素晴らしい、まあ、先生で神の言葉を伝えてくれる。でも、彼らが言うたのは、行いにも、まあ、言葉にも、とっても力のある預言者やった。まあ、はっきり言って彼らが見ていたイエス・キリストはものすごい立派に見えたです。彼らはイエス・キリストをまあ外側から見てるいうかな。イエス・キリストはもとっても立派に外から見たら見えた。行いも立派やし、もう喋ってる言葉も立派やし、もうものすごい力のある、なんか預言者に見えたんや。それやのに、まあ、殺されてもうたんやっていう、死んでもうたんや。彼らは当然イエス・キリストが、そのダビデの王座を継いで、そのイスラエルを建国してくれる、その予言に書かれてるそのメシア、御国を建国する、永遠の王国を、イスラエルの王国を、永遠の王国を建国する、まあ、王様やと、メシアやと彼らは信じて、それに希望をかけてた。ところがイエス・キリストはまた立派に見えた。王様のように見えた。またそのように振る舞ってた。ところが、殺されてもうた。だからものすごい失望しているという、まあこういう状況の違いないと思うんですね。まあね、大体なんちゅうの、彼らが見ていたイエス・キリストっていうのは本当に彼らが見たイエス・キリストなんやな。彼らが思っていた通りのイエス・キリストを彼らは、イエス・キリストはこうじゃなかったらあかんと。そう思ってるわけやね、彼らはね。まあ、それで失望してしまう。
まあそんな状況になってたみたいですね。でこの後一体イエスさんとの会話はどうなったのか、また21節から読みたいと思います。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。なんとですね、彼らはその私たちはそんな立派な、あるいは王様のように振る舞っていたイエス・キリストに望みをかけてたんやですね。彼こそイエス、イスラエルをローマ帝国から解放して、まあ、独立戦争を、まあ、勝ち取ってくれる、と思ってたのに、まあ、殺されてしまった。で、殺されてからもう3日も経つんやけど、なんとですね、その女たちが墓に行って、そしたらなんかすごいびっくりするようなこと言うてきた、で彼らイエスさんに報告するよね。彼ら非常に一体何が起こってるんやろうと話を当然してたと思うんです。ほんでこの後彼らはですねどう言ったかっていうのは、22節以降読んでみたいと思います。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。ですね、なんと、彼女たち、まあ女性たちが、その日曜日の朝早くお墓に行ったんやと。で、この弟子たちは、そのお墓に行ったら、そのイエスさんの体が見つからなかった、って女の人たち言ってるし、それだけじゃなくて、彼らは、彼女たちは、なんと天使の幻を見た。これ、別に幻って書かんでも天使見ただけでいいと思うんですけど、この弟子たちは、実は女たちが言うてることあんまり信じてないんですね、実はね。で、その、天使のなんか幻いうか、天使をなんか見た言うけど、なんか女の人たちはなんか天使の幻見て、で、その天使がなんとイエス・キリストは生きてる言うてた、言うてた。普通やったら、もうここで、喜んだらええんちゃうの、大喜びして、うわぁ、イエスさん生きてたとか、イエスさん蘇ったとか思ったら、いいと思うんですけど、この弟子たちをですね、イエス・キリストが死んでしまって、ものすごい失望している中で、イエス・キリストがまさか蘇るとは思ってないんですよ。蘇るという発想はどこにもこの時はなくて、イエスさんはですね、もう死んでしまったのに、女たちがもうまあ、幻見とると、しかも天使出てきた言い始めて、しかもその天使がイエスさん生きてる言うてた、言うて女の人たちが勝手なこと言うてると。ほんで、そんなアホなこと何言ってんねんと思って、自分のうちの弟子の仲間、まあ、この場合、聖書では、ペテロとヨハネなんですけども、ペテロとヨハネがお墓まで行ってみたら、実際にイエスさんの体がなくて、布だけが、置いてあったと。で、そんな状況やったんですって、彼らはね、だから一体どな、イエスさんの体どこ行っちゃった、まあ、多分この時点で弟子たちは、まあ、この二人もですね、誰かがイエス・キリストの体を、またこう、まあ、パクっていったいうかな、多分ローマ帝国か、サンヘドリンか、そういったユダヤのリーダーたちがですね、イエス・キリストの体を何かの目的で、また掘り出して、中華、その、お墓から取り出して、なんかどっか他の方に移してもうたんやろ、とぐらい思ったと思うんですね。彼らはほんまにね、一体なんでそんなことすんねえやろな、そんな話を多分してて、一体どないなってんねや。女たちが天使から言うた報告、イエスさん生きてるよということはですね、彼らはあんまり信用してないですね。実際にね、実はこのルカ書の同じ24章の、ちょっと前、10節、11節を見ると、彼らがですね、その女たちからの報告を信じてないということを書いてるんですね。ちょっとそこの部分読んでみます。ちょっと前に戻りますけど、24章の11、ちょっと読んでみますね。彼女たちは、これらのことを人たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。明らかに、まあ、弟子たち、イエス・キリストの十二弟子プラスですね、他にも何人かいた、その本当にイエス・キリストのほぼ毎日追ってたような弟子たち、がですね、まあ、女たちの報告、女たちは
その天使に会うて、で天使がイエスさん生きてるってみんなに弟子たちに言えと、ほんで先にガリラヤに行っと、ガリラヤに行ったらイエスさんに会えるっていうことを伝えろってこう天使に言われたのに、でまた女性たちは真面目にそれを弟子たちに伝えるんですよ。で普通ここではね、弟子たちは本当は喜ぶべきやと思うんですけど、弟子たちはそのことがもうたわごとのように思えた。まあ話が何言うてんねんいうことです。もう信じてない、もうまあアホみたいな話、まあ、とても復活なんて信じられない、人がよみがえるなんてことを信じれる、まあこれはね普通常識的に私たちだってそうだと思うんですね。誰か死んだのにまたよみがえってきたなんていうのは本当に普通やったら、しかも3日も経ってるんですから、死んでから。まさか死んだ人がまた蘇って自分たちと一緒に、おると。ただこれ言うてる真っ最中、目の前におるのは生き返ってるイエスさんなんやけども、彼らはですね、イエス・キリストはもう死んでるんやと、思ってる、その間はですね、イエス・キリストやってわからないですね。すぐ横に出んのに。彼らはまあ、イエス・キリストはまあ、理解できない。で、彼らは、ごつに望みかけてたのに、まあ、イエスさんは死んでもうたし、女たちは変なこと言うんやけど、一体、どないなってるんかようわからない。彼らはイエス・キリストの蘇りを、またこの時点では理解してないし、まあ、信じてないんですよ。で、この後、引き続きどうなったのか、また24章の、今度25節の方に戻っていきます。そこを読んでいます。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったことをすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。なんとイエス・キリストは、なんとここでこの二人の弟子に、アホ、アホかお前ら言う。イエスさんはこの二人、お前らも脳足りん。アホかお前ら言って、イエスさん怒るよね、なしまる。まあ、叱るいうか、イエスさんに言われて、お前らアホやんなぁと。しかも、ここでイエスさん言うたは、あんたらは、預言者の言うた聖書の言葉の全てを信じてないやろと。彼らが信じてたのは、その、聖書の、旧約聖書の、自分たちが信じたいとこだけ、信じとるわけですよ。一部分、聖書の一部分だけを都合の、自分たちに都合のいい、メシアはやがてその建国して、王国を作ってくれるんやという、そういった、自分たち都合のいいとこだけ読んでて、詩編の22章やとか、イザヤ書の53編とか、53章とか、全部そういった、苦しみのイエス・キリストの部分は全然、メシアの部分は全然読んでないですね。彼らはそういった、聖書の一部分だけで、まあ、聖書が分かったように思っている。実は聖書はすべて、すべての部分でやっぱり理解しないと、すべての聖書の言葉を信じてないのがこの二人のことで、イエスさんはですね、こんな二人にアホ言うよね。実はね、聖書のすべてを信じてない教会がありますよ。教会によってはね、例えば、そうやな、ノアの箱舟なんかは、あれはもう神話やと、あんなもん信じる理由もないとか、あるいはアダムとイブの話っていうのも、あれもおとぎ話やと、あれはそのもう神話で、アダムとイブなんていう話は初めからなかったんやっていう、そういうふうにこと言うて、その部分、言うから、その彼らが、信じたくない聖書の箇所は、まあ、喋りもしないし、話さないし、都合のいいとこだけ、まあ、なんちの、メッセージをするという、そういう教会が実際にあります。私思うんやけど、どうかな、やっぱり、もしかしたらイエスさんに、アフーって言われるんちゃうかなという、なんか、気がしないでもないんやけどな。あんたは聖書のすべて、預言者の言葉のすべてをなんで信じられへんねやと。この二人の、まあ、弟子に、イエスさん、いいよねな。で、イエスさん、アフーって言われて。で、イエス・キリストは、あんたはもう聖書ちゃんと読んどったら、キリストは、まあ、メシアはやね、その苦しみを受けて、それから栄光に入るっていうのは分かってたやろと。聖書お前ら、ちゃんと全部理解してない。
彼らは多分パリサイ人でしょうから、この弟子たちだって多分聖書のことをもう子供というか要してるはずなんですけど、彼らが理解してる聖書は自分たちの都合のいいとこだけ引っ張り出してきて、それで彼らは聖書を理解してたんですね。だから彼らはイエス・キリストにゴッと失望してた。でもイエスさんはですね、アフーようなで、この後イエスさんはどう言ったか、引き続き、27節読んでいきたいと思います。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。なんとですね、イエスさんはなんとモーセから始めて、その後すべての預言者って書いてますから、まあイエス・キリストに関することは聖書の全体、聖書のすべてに実は書いてあるんやと。で、イエスさんは自分について、自分自身のことについて聖書の全体から、彼らに説明を始めるんやね。まあこれだけで見ても、聖書の全体が、やっぱり、一部だけ見て、それでもう解釈してしまって、結論づけるんじゃなくて、聖書っていうのはやっぱり総合的に全体を見てですね、そして、判断していく必要があると。で、イエスさんはその全体を見て、そしてその自分に関する、また驚いたことに、聖書の全体がもう自分に関することやというような、イエスさん自分に関すること書いてある。それをなんと、彼らに説明しようよな。正直言ってね、私ね、この二人ごつラッキーやと思うんですよ。もう、そのエマオまでの道の3時間、なんとイエスさんに直接聖書勉強会してもらうんやで。もし3時間イエス・キリスト直接聖書勉強会してくれる言ったら行けへん。私絶対行く。どんなことあっても行くと思うけどな。でもこの2人はですね、なんとイエス・キリストから直接聖書の学びを受けるんやね。イエスさんは彼らに出会ったら当然ですね、何言ってね、私やイエス・キリストやってこう言えばいいものを、彼らがイエス・キリストを理解していない、彼らがイエス・キリストを見ることができない、見てない、信じてない、そんな状況で、イエス・キリストを信じる人もイエス・キリストの復活を信じてないね。で、そんな彼らにイエスさんは聖書を通してちゃんとイエス・キリストは苦しんでそれから復活するんやと、蘇ってくるんや、栄光を帯びるんやいう話をですね、聖書からイエスさんは彼らに説明しようんやな。で、まあこの後どうなったのか、ちょっと読んでみたいと思います。28節、彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。なんとですね、イエスさんはこのエマオという町に、目的の町に着いたんやけども、まだまっすぐ行こうとしてる。イエスさんはまだ説明しようとしてるんやと思うんですよ。でも彼らは、ちょ、もう2時間以上聞いてるし、イエスさんもうそろそろこうエマオ着いたから、泊まりましょう言うて、ほんで、イエスさんと一緒に、イエスさんは分かった、言うて、一緒にこう泊まってくれるんやね。ほんで、当然、彼らはもう、こっちエキサイトしてるわけで、イエス・キリストから聖書のこといろいろ教えてもらって、ほんで、イエスさんの後、一緒にこう、泊まってくれる。一緒にいてくれる。そんな状況になったんですね。ほんで、一緒にこう泊まれる。で、この後ちょっと読んでみたいと思います。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って、神を褒めたたえ、祭典から彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。なんとですね、イエス・キリストと彼らは、夕方になったんで、食事をすることになった。夕方の2時、3時ぐらいから歩いとったら、3時間ぐらい歩いてるでしょうから、夕方の5時、6時ぐらいになってると思うんですね。で、そのイエス・キリストがですね、パンを彼らに割いて渡すと。で、彼らはその仕草を見て、もしかしたらそのイエス・キリストがパンを渡しているのは過去にも何回も何回も弟子たちにそう同じ行動をなさったんで、ふと気がついたんかもしれんし、彼らは、イエスさんからパンをもらった時に気がつくんですね。もしかしたらイエスさんのこの手に釘の跡があったんで、それであれと思ったんかもしれませんけど、不思議なもんで、マリアさんの時は、イエスさんの、言葉、マリアっていう言葉で気がついた。で、目がそこで開くんやけども、この二人の弟子の場合は、イエス・キリストからパンをもらった時に、目が開くんやね。パッと見、あ、イエスさんやーって気がついた。
ほんで気がついて、いよいよやったイエスさん会えたっていう話かな思ったら、そこでイエスさんふわーっと消えてまいるな、あれイエスさんちょうどええとこにふわーっと消えてもうて、あれ。でもイエスキリストにおったことが彼らにはそのパンをもらった時わかるんやね。でしかもですね、彼らはその時はもうなんか心が燃えてる。このエマオっていう町についてるんですけど、このエマオっていう町の名前の意味知ってる？まあ、これはね、知ってる人もいるでしょうけどね、エマオっていう道の、町の名前。なんとこれはですね、まあ、温泉っていう意味なんですけど、同時にですね、実はその温泉っていう、まあ、ホットスプリングなんですけど、ただそのホットスプリング、温泉っていうエマオという町の名前ついた、そのエマオっていうの語源は何か言うたら、暑い中にいるっていう意味なんです。まあ、温泉やから暑い中にいる。それで、その、エマオっていうのは、だからその、エマオへの道って言った時に、基本的にはですね、暑い中、に、まあ、熱くなるための道みたいな、そういう意味になってまうように、町の名前から、判断すると。つまり彼らはですね、なんとエマオについて、エマオの行く途中の道でイエス・キリストにですね、聖書の説明を受けて、彼らはもう燃えてしまって、エマオで熱い中におるんやな。なんと。ほんで、彼らはもう心が燃えてた、言うて、まあ、言いよるわけですよ。で、この後、ちょっと読んでみたいと思います。33、35。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると、11人とその仲間が集まって、本当に主は蘇って、シモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時に、イエスだと、分かった次第を話した。なんとですね、この二人は、もう3時間ぐらいかけて、もう11キロ歩いてきたのに、また、もう夜のもう6時とか5時とか、もう夕方遅くなってんのに、またエルサレムに戻るよりね、彼らはエルサレムから離れて、自分たちの、まあ、家に帰ろうとしてたんか、もうそのミニストリーから離れようとしてたんように思うんですけど、彼らはですね、もう心が燃えて、そのイエス・キリストをですね、聖書を通して、聖書の全体を通して、説明してもらって、心がバーッと燃えてですね、それで、またエルサレムに戻って弟子たちに合流しようと、彼らは情熱を持って戻るんやね。また3時間の道を来たばっかりやのに、また戻っていきよ。ほんで、実際に、まあ、多分夜の9時ぐらいになってると思うんですけど、エルサレムに着いた頃は、9時かもう夜遅く、弟子たちのこと着いたら、まあ、弟子たちもなんか、おったと。で、その、二人はですね、イエスさんと出会ったんや、パン咲いて、イエスさんや分かったような話を弟子たちにするという、まあ、こういう話なんですね、今日の話は。基本的に今日の話っていうのはどういうことか言ったら、失望している、時に、まあ、自分の思っていた、状況じゃなかった。彼らはイエス・キリストが、全てうまく、彼らが見ていたイエス・キリストっていうのは、立派なイエス・キリストで、イエス・キリストを外側見てるんやね。でも、実際にはそうじゃなかった。教会にせよ、宗教にせよ、キリスト教にせよ、何ですよ。表面から、教会はこうあるべきや、牧師さんこうあるべきや、そしてミニストリーはこうあるべきや、って言って、行くんやけど、実際と違ったら失望するんやな、人間ってのは。自分の思ってたことと違う。そしてこの二人は失望して、そしてがっかりして、なんと、その、エルサレムで弟子たちと一緒に活動すればいいのに離れて、自分たちはまあ、別の方向に行こうとしてたように思いますけども、でも、その途中でイエスさんが会いよる。少なくともこの二人は、求めてたことは間違いないと思うんですね。この二人はもうイエス・キリストの復活はとても信じられなかったんでしょうけど、初めは。でも一体どないなってんねやろ。イエスさん亡くなって殺されて失望してますけども、彼らは失望はしてた、がっかりしてたけども、でも一体どないなってんねやろ、一体どないなってんねやろ、言うて、まあ、答えを求める。聖書では求めなさい。そしたら与えられる。ほんで、書いてあるんですね。で、イエスさんはなんと現れてくれるんやね。彼らが、そのイエス・キリストはどこ、マリアさんの時も、マリアさんたちは、女性たちはイエスさんに会いたい、会いたい思って、彼女たちは彼女たちでイエス・キリストの体を、探していた。そしてイエスさんは求めていた人たちに会ってくれるんやね。それと同時に今度はですね、この二人の弟子が一体答えはどないなってんねやろうと思って答えを求めていた二人に対してイエスさんはなんと会ってくれて、一緒に道も一緒に歩いてくれて。で、しかもですね、2時間、この二人のためだけにイエスさんは聖書勉強会をちゃんと、聖書の話をしてくれて。
ほんで彼らはイエス・キリストの御言葉をもとにして、聖書の言葉、神の言葉をもとにして、そして彼らはもう心が燃えてくるんやね。実は聖書では、私たちが生きるのは、実はパンだけじゃない。神の一つとするその御言葉で生きるということが書いてます。最後に、今日の話の最後に、新命記のシンパッちゃん、私の大好きな、聖書の中でもう本当に大好きな、新八の三章、新命記八章の三節をちょっと読んで今日のメッセージ最後にしたいと思います。ちょっと読ませていただきます。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなた方の父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということを、あなた方に分からされるためであった。ここではっきり書いてあることは、私たちは、なんとですね、パンだけで生きるんじゃない。この部分はですね、悪魔がイエス・キリストを誘惑して、ほんでイエスさんにそこの意思をパンに変えてみ言った時にイエスさんが悪魔に言った言葉だよね。人間は、もうついついね、自分が生活するためにはもうパンをなんとか手に入れよう、なんとか日々の生活さえなんとかできるだと思うんですけど、人間はそうやって生きるんちゃうっていう聖書です。人間が生きる分はパンだけじゃない、神の御言葉で生きるんや。神の御言葉がないと私たちはエネルギーが与えられない。パン食べて確かにエネルギー与えられますけど、それはもう体にとってのエネルギーであって、私たちの心のエネルギーは神の御言葉を得ないと私たちは生きていけない。私たちが生きる、人間が生きる術はパンだけじゃなくて神の御言葉。ほんでイエス・キリストはですね、なんと最後に彼らにパンを渡すんやな。しかも自分の体であるを象徴するかのごとくパンを渡して、これ食べなさい。で、彼らはイエス・キリストの体を象徴するパン。またイエスさんは、言葉なる神様ご本人だよな。その言葉を食べさせてもらって、イエスさんからわざわざイエス・キリストの言葉を食べさせてもらって、彼らはパッと目が開いて、イエスさんやって分かった瞬間イエスさん、パーって消えてまうんやけども。まあ、ここで分かることは、私たちは神の御言葉をもとに、今クリスチャンの生活をすべきだと思います。もしですね、今失望の中にいて自分が思っていた、クリスチャン生活じゃない、あるいは自分が思っていた、人生じゃない、もう人生に失望している人は、今こそ神の御言葉、しかも自分の好きなとこだけ選ぶんじゃなくて、全体は神の言葉のすべてが、神の御言葉で、間違いない神の言葉なんだということを理解して、学んでいっていただきたいと思います。そして、心をぶわっと燃やして、エマオへの道に行っている自分のように神を求め、主を求め、そしてもう心を燃やしながら、また、主の栄光を表すために、エルサレムに戻って弟子たちと共に、主の活動をしていただきたいなと思います。それではですね、今日は、最後にメッセージ、お祈りを持って終わりたいと思います。天の父なる神様、今日のメッセージ本当に感謝いたします。どうか私たちがあなたの御言葉を持って生き、そしてエネルギーを持つことができますように、イエス様にお祈りします。アーメン。はい、それではですね、最後の歌いきたいと思います。最後の歌は、私が作詞作曲した主の十字架っていう歌です。Oh, the Cross of Our Lord という歌です。ダッチャ。
His cross。 はい、ありがとうございました。それではですね、最後に祝と思って、今日のメッセージ終わりたいと思います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。はい、じゃあまたね。バイバーイ。